ということで。あ、4番道路ですね。多分4番道路ですね、これは。あ、違った、ポケモンじゃねえし。びっくりした。ピカチュウ捕まえられると思ったのに、ちょっと残念ですね。はい。あ、電気、早い、向こうの、先手技が。進化すんですかね、こいつ。すごいなんか。ちょっと戦う、いや落としちゃうな、多分水鉄砲やちょっと手加減してみます。これくらいか、素早さ落ちる。こいつ似合うんすか？水で。よし。あぶねえ。あ、真昼の圧点を見てもらいたいな。
ミヤさんもういいかな。ウィル待ってくれよ、グベッテー。もうすぐ待ちですね。ウィルは島さくらにぶつかってしまった。あの、ポケモンの体当たりを食らって大丈夫ですかね。おや、金曜もしかして地味チャレンジャーですね。じゃあ、あえて違います。まあまあ、おたわ群れを閉会して、お見かけしましたね。草タイプのポケモンで戦う地味リーダーなんです。チャンピオンが支援しという地味チャレンジャーの実力、地味スタジアムで確かめますね。地味なら道路抜けてもうちょい先ですから、明日地味戦やる。ほら、地味に入ろうな。地味チャレンジャーが待ってるぞ。家を見る島桜、ターフタウンのポケモンスタジオ。その名もターフスタジアムだ。ジムリーダーのイアローさんも戻ってきたけど、いっぱいだ。しばらく回すしかない。そうだ、島桜、ソニアで探してたぞ。お前に指紋があるって、俺も聞かれるよくわかんなくて、確か丘にいるはずだ。丘の場所だよな。マップを見るぞよ。いや、ワンパチだぞ。こいつ、道案内が得意だぞ。かなり。あいや。ここでまあ、あれ、海って見なかった。変わらずの石。ということで、じゃあそれではまたチャンネル登録お願いします。